じゃあ今日のアイスの紹介をします。今日のアイスはこちら、じゃん、ハーゲンダッツバニラクッキーラズベリーです。はい、こちらですね、あと毎年時期になると発売されるという商品なんですけれども、定番化してほしいっていうご要望が結構ある商品らしいんですね。そのぐらい人気なバニラクッキーラズベリーだそうです。でもそんなに人気があるんだったら何か美味しさの秘訣があるんじゃないかと楽しみです。はい、早速食べてみようと思います。おー、すごい、バニラクッキーラズベリーもう最高クッキー神よいしょ。早速いただきます。一旦ホットだけで大きいクッキーが出てきました。バニラとクッキーとラズベリーが入ってるのってあんまないじゃないですか。すごいなんか独特な味わいがありますね。うん、美味しい。まさかこんなにラズベリーがいい仕事をしてくれるとは思わなかったでしょうね、ハーゲンダッツの方も。すごい、もうこれはうん、すごく美味しい。クッキーもゴロゴロ入ってるし、ラズベリーももうバーって入ってるし、すんごい贅沢。だけどもうすんごい美味しい。このぐらい あのラズベリーのソースとこのココアクッキーの量ですごいちょうどいいですね。ごちそうさまでした。今日はバニラクッキーラズベリーご紹介しました。うん、すごい、もうまさかこのラズベリーが合うとは思わなかったんですけど、これは、うん、定番化してっていう言葉があるのもわかる気がします。皆さんもぜひ見つけたら食べてみてください。はい、それでは。